で取り、8人は絶望の淵に追いやられる。選ばれし15人の狙いはこの男の首ただ一つ。前人未到のグランプリ3連覇へ向かう最強王者セームシュルトの入場です。 K のリングに君臨する絶対王者、去年のグランプリではバンナ、ホースト、アーク、 K1 の歴史とも言うべきビッグネームをなぎ倒して2連覇を達成。 K1 新時代、いや最強のシュルト時代の到来を印象付けました。誰もまだ踏み入れる未知の領域、アーク、ホーストも、ボンヤスキーもその高き壁を越えることはできませんでした。しかしこの男なら史上初のグランプリ3連覇へ、最強王者セームシュルトです。100年以上にわたり人と機械の間に心を通わせてきたものがあります。それはカストロールという名のエンジンオイル。車やバイクの夜明け、空への憧れ、スピードへの挑戦、ジェット機の時代、競い運び旅をする人と共にいつもカストロールはありました。カストロール、 It's more than just oil, it's liquid engineering。君といれば雨もダイヤさ。あなたどうしたの？ちょっと指輪貸しもらう。タフ&ジェントルセブンシーター、ヴァンガード、ヴァンガード誕生。アートネイチャーがこだわったのは産毛の技術。業界初3次元計測システムがスピーディーにあなたのヘアフォーライフをデザインします。気休めでない真実をぜひ実感してください。いいでしょう、産毛。今なら選べる黒と白、ご好評につき第2弾実感キット2プレゼント。ヘアフォーライフバリオは、アートネイチャー。ウイスキー、私は氷、あなたはウイスキー。本当は年下が好きだったのにな。サントリー格。 The goal this year is to get the third time Grand Prix champion。3年前セレムシュート、昨年までグランプリ2連覇。今年この男が狙うは誰も成し得なかった偉業のみ。果たして最強王者の歩みを止めるのは。 I don't wanna let him win. They still think they can win. It's different. しかし囁かれ始めた最強王者の弱点、それは今年3月セボーが放った左フック。K1 での初めてのダウンで露呈した。 It was an accident, what can happen. It was nothing to worry about. 最強王者の弱点は顔面か。果たして。 Yeah, we tried to work on some things, so I'm not gonna do that.最強王者討伐、ホーストの愛弟子登場。ミスターパーフェクト、精密機械の動きテクニック、グランプリを4度制したアーネスト・ホースト。そのホースト、昨年のニュージーランド大会を制したスロインスキーの実力に目をつけた。スロインスキー、彼は王者になりますね、本当。その指定コンビの初陣となった今年のヨーロッパ予選、師匠譲りのコンビネーション、危なげない勝負。決勝戦では2メートルの巨人ブレギーをなぎ倒し優勝。 Hey Sammy, you had a good two years, eh? But you're going down. いざ最強王者討伐、準備は整った。4度のグランプリ制覇、ミスターパーフェクト直伝のテクニックを愛弟子へ。これがホースト。
意地とプライドをかけた挑戦。 We are going to try to beat Sammy for real and show that he's only a human. Then I think if he can beat me, how can his students beat me? If I think he cannot win from Sammy, then I don't think I will let him fight with Sammy.今宵で終焉。お前の時代は終わりだ。バザーザーオールドスロイスティー。ティンパーフェクト操作無線ロケポールスロイスティー。フォータイムスチャンピオンが選んだ男ポールスロイスティー。이어서는홍커너신장 2m12cm 체중 131.6kg 2005-2006 월드그랑프리 챔피언 정도회관소서 셰미슈전진미토의그랑프리3連파의세무슈미토さあ実況席の解説をご紹介しましょう。 K-1 イベントプロデューサーの谷川貞治さんです。谷川さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の試合は K-1 ルールにのっとって全ての試合が行われます。3分3ラウンド最大2ラウンドの延長戦が用意されています。完全決着で16人から8人にその数が絞られます。さあ最強王者前人未到のグランプリ3連覇へ向かうセームシュルト、果たして今年歴史は塗り替えられるのか。開幕戦の対戦相手はホーストが選んだマナ弟子ポール・スロウィンスキー。さあ3連覇へ向けていよいよ開幕戦のスタート、セーブシュート。谷川さん、はい、どんなシュートがスタートを見せますかね。そうですね、まあね、絶対王者として本当に強いシュートを見せてもらいたいんですけど、はい、一方でですね、K-1 に最も貢献したフォータイムチャンピオンのアーネス・ホーストの一番弟子の、あのポール・スロウィンスキーがですね、はい、師匠の敵を取るかどうか、そこ注目したいですね。そういうことですね。あ、いいパンチありましたよ。さあ入った。すごいすごいプレッシャーですね。左からの右のストレートが非常に伸びてきます。セーブシュート。チャンピオンすごい一覧が来てますね。やっぱりリーチがありますから、どうポール・スロウィンスキーが出ていけばいいかというところですが、そうですね、あの前蹴りと、ね、あれをどうかわしてるかですね、はい、ただスロインスキーにもあのローキック非常に強いローキックがありますし、はい、ホーストについてからあのパンチの威力というかテクニックもね、ついてきましたが、きましたね、ちょっと左のジャブが非常にいい形で入っています。セーブシュート、あの完全にあの、ね、シュートが潰しに来てますね。そうですね、早いですね、すごいシュートの動きがね、森川さん、非常にあのセームシュートの動きが速いというかね、そうですね、一気に来てますね、第1ラウンドから。ご本人もなんかおっしゃるように、まだまだ成長してるって言ってましたけど、不気味ですね。まだまだ自分にはのりしろがあるんだと、そんな話をしていました。この人がこれ以上伸びたら一体どうなってしまうんだろうという気持ちもしますが、ただやっぱりアーネスト・ホーストが唯一勝てなかったのがこのシュートですから。そうですね、このシュートに敗れて、はい、アーネスト・ホーストは引退をまあ、決定付けられたということになります。だから、まあ、アーネス・ホーストですもですね、この打倒シュートというのはスロインスキーに託していると思うんですよね。ですからこのシュートの対策というのはね、このポール・スロインスキーにアーネスト・ホーストはかなり組んでいるはずですが、今拍手を送りましたけど、いいコンビネーションでしたね、スロインスキー、はい、ローキックいいですね、このローキックのパンチというね、このコンビネーションが、あ、いいコンビネーション、これはやっぱりあのアーネスト・ホーストですね、しかしながらそういったコンビネーションを何か体で圧迫するような感じでプレッシャーをかけてくるのがセームシュート。まあ、あー左の膝崩れ落ちた。スローインスキーの顔面です。セームシュルトの膝、すごい音がしましたから、立てるか。スローインスキー立ち上がりました。ダメだ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 、試合速攻不能。セームシュルト強し、左の膝一発。すごい強い、前人未到のグランプリ3連覇へ向かう最強王者強し、なんとわずか1ラウンド34秒。強いですね。いや今日はね、危機迫るっていうか、先に打ち歩いたシュートでしたね。いやあの潰しに確かにね、あの田中さんがおっしゃる通り来てましたが、この左膝、
かかゴーンって言いましたから、まあ、もう降りたかなっていうぐらいは、いやーこれはすごい、これはちょっとね止めるのは正解だと思いますね。アーネスト・ホーストの思いもですね、全て打ち砕いた。今年も強いな、シュルトは。このシュルトを果たして誰が止めるのか、この結末の続きは日本で見ることになりますが、これはシュルトを倒すのはちょっと容易ではないという気がします。先ほどは大変失礼いたしました、試合時間は2分26秒でセームシュルトが勝利を収めています。